まさかな。まったく驚いたぜ。あのカオルが偽物だったなんて。全然気づかなかったな。しかもその正体が。ああ、今でも信じられねえ。剣心なんて驚きすぎて味噌買いに行っちまったぜ。あいつなんでいつも味噌買いに行ってんだ。なんか味噌の匂い嗅ぐと落ち着くんだってよ。いやむしろ味噌の匂い嗅がないと落ち着かないだったかな。あいつはあいつで大丈夫なのかおい。まあ済んだことはもういいさ。とにかくこれからまともに予告してこうぜ。だな。そういえば本物のジョーちゃんはどこで。ああ、ニゼカオルを倒した後ちょっと倒れてたんだけど、もうそろそろ回復しただろう。おーい、カオル、カオル。おし、オラ神谷カオル。なんだかワクワクしてきたぞ。はあ、次回のルローニケンシンは第10話動くわけをお送りすっぞ。絶対見てくれよな。なるほど、もうちょっとだけ続くんだな。